皆様こんにちは。周南市長の藤井律子でございます。市民の皆様には新型コロナウイルス感染症について大変不安な気持ちで日々お過ごしのことと思います。政府は4月16日に緊急事態宣言の対象地域を山口県を含む全国に拡大し、国を挙げて感染拡大防止の徹底強化を図ることとしたところです。本市を含む周南地域においても感染者は増加を続けており、今後の感染拡大については全く予断を許さない状況です。こうした中、改めて市民の皆様にお願いをいたします。県内で感染された方の多くが、感染が拡大している地域へ出張された方や、そのような地域から帰省された方、そしてその家族や知人です。市民の皆様、事業所の皆様におかれましては、当面の間、不要不急の外出、特に県外への移動は控えてください。合わせて県外からの帰省や来訪についても自粛を働きかけていただきますようお願いいたします。例年であれば、大型連休にお子さんやお孫さんと会うのを楽しみにしておられる方もいらっしゃると思います。しかしながら、愛する家族を守るため、またご自身を守るためにも、今しばらく我慢をしてください。また改めて次のことを心がけていただきますよう重ねてお願い申し上げます。まずマスクの着用や手洗い、うがい、消毒などを徹底してください。次に密閉、密集、密接という3つの密を避け、人との距離を取るなど、感染の発生や拡大を防止する行動をとってください。そして SNS などを通じたさまざまな根拠のない情報にどうか惑わされないでください。感染された方やその家族、知人への誹謗中傷などを行わないでください。お一人お一人が相手を思いやる、おもんばかる、そうした気持ちを忘れずに、冷静な対応をとっていただくことを強くお願いいたします。私はこれからも市民の皆様の命と健康を守るため、職員と一丸となって、国や県と連携しながら、一層の対策の強化に取り組んでまいります。市民の皆様におかれましても、より一層警戒感を強め、感染拡大防止や予防のための取り組みの徹底をお願いいたします。あわせて感染者の方の一日も早いご回復をお祈りいたしております。みんなで心を一つにして、この難局を乗り切ってまいりましょう。